ら、う、ど。環境設定だよ。オープニングだよ。ゲームを始めるよ。さよなら、タクヤ。もう、タクヤと付き合っていく自信がないの。元気でね。理由を聞かせてほしい。だって、タクヤは。大体の見当はついてるから、言ってよ。そう？それじゃあ。だって、タクヤは女の子なんだもん。そうか。やっぱり。私、女の子と付き合う気になれないから。待って、アスカ！バカ！いて！ちょっと、いきなりどこ触ってんのよ！もう！よかった。何が
よかったよ。いきなり人の胸を思いっきり掴んで。まったく、胸を掴んだからって手加減なしで叩かなくてもいいじゃないか。女の子なんだからさ、もっと優しく起こしてくれよ。優しくってどんな風によ。例えばおはようのキスとかで。アスカ？まだ起きてなかったみたいね。いや、今起こしてあげるわ。アスカ、おはようのキスくらい別にいいじゃないか。まだ起きれていないようね。おはようのキスなんて冗談だよ、冗談。そう？ならいいんだけど。アクヤ、起きたんだったらさっさと着替えなさいよ。もう学校に行く時間なんだから。うん。それじゃ、私は着替えが終わるまで廊下で待ってるからね。タクヤまだ？もうちょっと待ってて。は。アスカ、何やってるの？靴下が落ちてくるからソックタッチで止めているの。そう。もう
ゃのせいで倒れちゃったじゃない。それより早くどいてよ。ちょっと重くて。重い？早く。苦しい。うか、それって私が太ってるってこと？そんなに重いわけ？ちょっと重いかなって感じただけで、別に太っているとは思っていな、いや、同じじゃないのよ。私が太ってないって思うなら痩せているって言ってよ。痩せてるよ。特に胸のあたりが。人が気にしてることを。別に貧乳って言ってるわけじゃないから。なんですって？言っておくけど、私の胸は平均的な大きさなんだからね。中学生の平均？いてぇ！さあ、こんなことしてないで早く学校に行くわよ。考えてんのよ。